はいどうもマスターですいやーなんかさあのね七原くんが沖縄行ってたな七原くん沖縄行ってたねなんか b o すれば勝ってたな b o 俺よく分からんのやんけどなんかギャンブルすげえシンプルなギャンブルがあるんだけどそれでなんか13万ぐらい勝ってね沖縄行っとったわ俺も長野とかね北海道行きたいっすね 七原くんのね、配信ね、面白いっすね。むちゃくちゃ面白いわ。ちょっとここではね、あの話さないですけど、あの知らないね、興味のない方もいらっしゃるのでね、まあ、今回そういう話はやめておきましょう。とりあえず彼はね、あの、仕事そっちのけで遊びに行ってましたね。なんか宮古島とかも行っとったな。ちなみにその間ね、僕何してたかというと、仕事、仕事をですね。 探しておりましてまた長原くんが遊んでる間に仕事を僕は探しておりましたんでね結構ねいろいろ見ててさ応募とかもしててしてたんですよ一応そろそろね動かないといけないので仕事を探したりとか一応そのズームとかなんかオンライン今オンライン面談が多いからそういうのでね少しずつあの僕も動いてたんですけど結論 うままくいきました、はい、正社員ではないけどアルバイトとかパートで探してとりあえずそれがねうまく面接通りましたねなんかバイトとかねパートといえどなんか面接はちょっと緊張しますね正社員の面接と比べたらだいぶ気は楽だけどよかった一応まあ食いっぷちはつなげれるからまあパートだろうがね正社員だろうが派遣だろうがね とりりああえず仕事ありがたいですねであの問題はねやっぱ正社員にね僕がなぜ憧れるかっつったらやっぱボーナスですよねボーナスとか昇給とかあまあそういうのが欲しいパートだから月給ではないんだよな正社員とかは月給なんだけど、まあ、ボーナスがないのが結構落ち込みはするんですけどまあ贅沢そうは言ってられないんでね、まあ、とりあえず頑張りますけどね 頑張れんのかなうまくいくのかないや、俺なんかうまくいく自信があるかないかってさ、別にないな。まあ、それでも結局生活しないといけないから働きますけどね。働きますけれども。長く続けられるといいんですけどね。なんか前もね、結構前回の動画でも、俺なんかいい感じに話してたよな。なんか結構周りの人はいいみたいな話してたと思うんだけど、結局蓋開けてみたらさ、 まあ相当嫌がらせ食らったわけだしね。本当人間ね、何が起こるか分かんないですね。まあ、とりあえず時給に関してはね、七原くんといい勝負ですね。七原くんいくらだったっけ、彼。彼いくらだったかな、1030円とかかな。まあ1030円ではないんだけど、まあでもそんなに大差はないね。そんな大差はないわ。この年齢になってね、まあほんとひどい話ですけど。 最近知ったんやけどさ、俺みたいな人間ってね、人間というか男、こういう社会の立ち位置の男って、あれだね、えー、となんだっけ、弱者男性って言われるらしいですね、弱者男性。知ってますか、皆さん、視聴者の皆さん、弱者男性っていう言葉が入ってるらしいですよ。わかんないけど、入ってるかどうかはわかんないですけど、そういう言葉を聞きましたね。収入が少ない、社会的に下の人間になんか使われてる。 皮肉というか嫌味というか、まあ、最悪ですけどね実際まあ確かにお金ね少ないですからね確かに弱者といえば弱者だな金持ってるか持ってないかって言ったら俺持ってないですからね食品がいろいろまた値上げするしそれで1000円ちょっとの時給か苦しいですね苦しいですわ、まあ、だからといってね、まあ、確かにねお金はねむちゃくちゃ大事なんですよねそれはすげえわかるんだけど 今回ね、やっぱ旅してね、1ヶ月ゆっくりして、旅して思,思,思いました。まあ、やっぱ金が全てじゃねえなっていうね。いや金が全てじゃないんですよえ。だってね、これ極端な話よ。まあ、例えば、まあ、仮に、まあ、ないですけど、絶対そんな現実的にないですけど、お金がなければないほど、例えば人にモテるとするじゃないですか。まあ、絶対ないですけどね。お金がなくて、 まあ異性性にモテるとしましまょうよこれちょっと男性の、ね、男のの人みんなちょっと考えてみてみくださいなぜお金が欲しいかってったらねやっぱりそのモテたいからなんですよねまあモテたいっていうのは異性にモテたいっていうのはもちろんあるけど、まあ、社,会と社会からモテたい社会に必要とされたいみたいなそういうのは多分あると思うんですよ人に求められたいっていうのがねあると思うんですよその結果としてお金を持つっていうのが一つあると思うんだけど まあだから逆にね、じゃあね、お金がなくて、そうやって社会から、まあ、ありえないっていうのは分かってますけど、これ、精神的な話なんでね、精神的な話で、お金がなければな,ないほど人に求められるとしたらよ、多分ね、お金持たない人はね、増えると思うんですよね、まあ、これ、何度も言いますけど、これは現実的な話ではないですからね、精神的な話ですからね。 そうなんですよね特に男はやっぱ稼ぎたいじゃないですかまあ、稼いでる人多いと思うんですけどそう求められたいからこそお金を持ちたいっていうのがあると思うんだけどじゃあお金がなくても求められるとしたら多分お金はねそんな持ちたいっていう人減るんじゃないかなと思うんだよね、まあ、だからこの時点でやっぱねお金は全てではないんですよねお金が全てではない現実問題はお金あって求められるから そうなんだよねお金があってこそ求められるからね会社とかにやっぱ優秀だから利益を生み出せるってわけです、まあ、でもさ七原くんとか見てると彼お金ないじゃんお金ないけどあえてライブ配信したらさすごい視聴者が集まってくるわけですよあれってね財産だよね俺は財産だと思ってるんですけど、まあ、彼もね七原くんもねやっぱ楽しそうにしてますからね沖縄旅行をね みんなありがとう楽しかったって言ってましたからねあれはすごい財産だと思うお金がいくらあってもあれは集められないよあの人数は絶対集められない俺自身もねやっぱお金はねすげえ欲しいんですけどすげえ欲しいんですよ金欲しいんだけどやっぱバランス考えた時にねやっぱ自分の好きなことしていた方が、まあ、俺はいいかなっていうふうに考えますねお金欲しいけどなお金欲しいけどそこは、まあ、絵を売るなりしてさ まあなんとか起死回生を狙ってね、ちょっとでもまあボーナス狙おうかなとは思うんですけどちょっとでも時給の高い仕事の方をちょっと優先して受けようかなと思ってるんだけど今その声待ちでいくつかとりあえず返事は来たんだけどうんちょっとそこら辺の受ける受けないをね一、まあ、つね結構ちょっと時給がいい案件があるんですよ会社がちょっとそこに行きたいからなるべく早くね 返信が欲しいんですけど多分明日,明日来るだろうなそれ次第でそれ次第で運命が決まる運命が決まりますねあとはやるだけもうただそれだけ明日期待してる会社はねフルタイムで生活していけるだけのお給料いただけそうなんですけどねバーとかいいなバー <laughs> バーとかなんか良さそうっすね酒出してほっとく感じのバーがいいな なんか酒出して話さないといけない感じの、そういうのはちょっと嫌なんですよね。酒出してほっときたいわ、客は。てめえらだけで話しとけみたいな、そういうバーでちょっと働きたいですね。酒出すだけ。まあ、一応お酒好きなんで、まあ、お酒好きだけど仕事中は飲まないけど、まあ、ちょっとなんか知識になりそうですよね。ああ、そう考えるとあれだな、ワイン。結構僕ワインがね、ワインが好きというか、まあ、絵のラベルが好きとだったりするんですけど、そうワインとかいいな。 あワインいいじゃないかそうだな自然派ワイン取り扱ってるいやでもそんな多くない気がするな探してみるかってか重くそめちゃくちゃ個人的なこと話してるわ <laughs> めちゃくちゃ話してるまあこれはちょっとまあ別にいいかいやもしねじゃあもしあのどっかのねバーで働くことがあったらこれ,こ,これをね、まあ、話せそうなら話しますで遊びにね でその時はね飲みに来てくださいはいいや飲みに来なくていいわやっぱりなんか大変そうだからこれ全部僕の妄想なんでね本気にしないでくださいはいまあそんな感じですねいや西野喋り疲れたわ喋り疲れた普段あの全然俺喋らないコミュ障の陰キャだからねこうやってしゃべるとすごい体力使えますね喉の筋肉をむちゃくちゃ張ってる感じがするわあと肺活量 すげえ喉が疲れましたね。はいというわけでね、無事なんとかね、次、食いプチち見つけたっていうね、そういうお話でございました。はいというわけで、マスターでした。